テーマが、まあ安心して暮らせる、福島のために各地域での取り組みということで、今除染が進んでいるさまざまな福島の地域において、一般市民それから民間の方々によるさまざまな取り組みというのが、福島県内各地で、行われているかと思います。そういったまず情報交換それから情報共有ということで、こういったテーマを今回挙げさせていただきました。私たちはですね、先ほども申し上げましたが、小学校の PTA 有志が集まりまして、学校の中を洗うことから始めました。で、現在は通学路を中心に除染活動を続けております。私どもは貢献除染ネットワークといいまして、もともとは PTA から始まった除染活動をするグループなんですけれど、今日はここに参りまして、そのなぜ PTA がそれに乗り出したのかとか、そしてまたその PTA から新たな形となって、そして地域の除染に住んでいったと、そういった経緯のご説明とか、またその高圧洗浄機で始まった除染もその後にですね、もっと別の方法でみんなの誰でもできる、そしてお金もあまりかからない方法、そんなことをいろいろ学んでいったので、そういった事例のご紹介をさせていただきました。皆さんそれぞれにやはりこういう緊急事態を迎えて、その、地元の方、地元じゃない方もいらっしゃいますけれど、俺がやらなきゃ誰がやると、そういう思いを持ってそれぞれがそれぞれに考えて行動されている。でそのご苦労もありながらそれを克服して今に至ってるっていう話を伺いまして、俺も頑張ろうと、そして一緒にやりたいというふうにますます思うようになりました。すごい今日は良かったです。ためになりました。福島県内で具体的に染料の測定ですとか、あるいは除染の活動、ボランティアでの除染の活動に取り組まれている方々に、特にご活動を紹介していただくという形で情報交換という場を設けさせていただきました。やはり具体的なそれぞれの取り組みにすごくいろんなノウハウですとか、学ぶべきことがいろいろあろうかと思ってますので、そういった点をご紹介していただいて情報交換という形でやらせていただきました。参加していただいた人たちに関しては、特にやはりこういう地域の取り組み、地域に根ざした取り組みというのがすごく大切にやられてますので、そういった取り組みをウェブでも含めて情報を発信していきたいな、紹介していきたいなというふうに考えております。